最近ペドリよりガビの方がイニエスタっぽいと感じる。そうですね。私もそう思う。ガビの方がイニエスタ感あるよね。ペドリもね、素晴らしい選手ですけど。ペドリの一番の長所は合わせることができるっていうことだと思いますね。合わせるのが抜群にうまい。だから人を見ながら自分のポジションとかプレーを変更できる。で、どこに行ってもそれなりのプレーができますよね。どこに行っても武器持ってる。ペドリの動画も出しまして、そのとこにも扱ったプレーですけど、ここでペドリが持った時に相手が寄せないようにちゃんとドリブルして、プレスバックが来た時でもここのゲートを通せる。要するにここでやった時もうまくできるわけですよ。で、ここに行ったらここに行ったでうまくやる。し、もっと低い位置なら低い位置でもうまくやるんですよね、ペドリって。そういうことだと思いますね。うわ、ペドリうめ。うわー、ペドリの今のトラップスルーうまいし、シュートもいいね。やっぱ分かってるな、仕事。シュート打つ選手が少ない、ミドル打つ選手が少ない、で、中盤を抜けていかなきゃいけないとかっていう役割を全部分かってるんですよね、ペドリが。それがいい。やってほしいことやってくれるんですよね。ペドリやっぱ化け物ですね。ペドリやばいな。ペドリ賢いわ。ペドリやっぱり良かったですか？ペドリいいですね。ペドリ最高ですね。組み立てできる。チャンスメイクできる。ゲームメイクできる。守備できる。どこでもできる。ペドリは水のような選手なんですよね。いろんなところに合わせて、形を変えというか、いろんなところに移動して、いろんなところでベストなプレーができる。そういう賢さを持った選手。ペドリはもう、今日ペドリ良くないなって言ったことない気がするな。いつもいいよね、ペドリって。今のプレスで一番うまいの誰ですか？ペドリでしょうね。まあ、ブスケツもうまいな。うまい、ペドリ。やばいな、今のパス。ペドリ異次元だな、もはや。バルサの中で。ペドリ十数年前のシャビー・イニエスタがフュージョンした感じ。いや、ペドリほんとすげえな。ずっとすごいですけど。安定してますね、技術が。プレッシャーかかっても。なんてないつなぎのとこだけど、いるだけで安定感が違う。ペドリうまい。ペドリうまい。とにかくペドリがうまい。うまい、ペドリ。今のブスケツ側に落とせたのはでかい。こういう状態になってて、ブスケツここいますと。で、アラウホからのパスをペドリが受けるんですよね。で、これをペドリが受けて、この後にデストの方に入れるんじゃなくて、ブスケツの方に入れましたね。ここにパスが出た時点で相手こう来るじゃないですか。相手の中盤とかも。で、相手のベクトルの逆をつくように入れて、縦パスをピボーテに入れれるっていう。これがいいですね。こういうので選択肢が多い選手にどんどんボールが渡って、相手のプレッシャーもベクトルの反対ついてるんで、かからないと。こういうとこ素晴らしいですね。ペドリは随所にいいプレーしてましたね。完璧だったと思います。得意のターンもさえ渡ってたし、パスも全てですね。ペドリはほんと言うことがない。完成されている。完璧すぎる。ペドリだな。ペドリとアウベス近い距離になるといいですね。戦術的な選手っていうのは戦術的な選手と組むとより効果発揮しますから。周りをイニエスタの後継者扱いしてるけど、今季のペドリはどことなくデコ、あー、確かにデコ感あるね。イニエスタほどドリブラーじゃないんだよね。ペドリって。引きつけるんだけど、簡単に捌くっていう。おしゃれすぎるだろ。さすがに、今のは。なんなんだ今の、ペドリ。相手の予測外しすぎだろ。2人こけてるよ。すごいね。素晴らしい。ペドリってなんであんなにうまいんですか？視野だと思うな。まずは小さいスペースでボールを受けれるっていうのは直前の視野があると思います。だからボールを落とす、置くスペースを見つけれるんだと思いますね。